松田学です。今年はいわゆる終戦後ですね、75周年ということで、8月15日靖国参拝に行かれた方も多いんじゃないかと思いますけれども、この戦争がそもそも何だったのかと、たくさんの英霊たちが犠牲になったんですが、それで一体日本は何を実現しようとしたのか、何が実現されたのかということについて、二度とこういった戦争を繰り返してはいけない、平和への決意ということを我々いつも祈っているわけなんですけれども、そもそもこの戦争の意味といいますかですね、これをちょっと本格的に議論されたことはあまりないんじゃないかと思います。で、今回はですね、当チャンネルでも出て、今までも出ていただいている家村和幸さんですね、お越しいただいて、兵法研究家でもありますので、そもそも大東亜戦争とは何だったのかということを中心にですね、この歴史をちょっと振り返って考えてみたいと思います。家村さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず大きく言ってですね、その中身はその後お聞きするとして、この大東亜戦争って何だったのかというと、一括りに言ってみるとどういうふうになことが言えるでしょうかね。そうですね、大東亜戦争の大きな定義といたしましては、大東亜戦争はいつ始まっていつ終わったのかということで捉えますとですね、これはですね、大東亜戦争というのは、シナ事変、そして、いわゆるですね、太平洋戦争、そしてその後のインドネシア独立戦争、これを含めた、3つの期間、これ私が作った図なんですが、この3つの期間を私は大東亜戦争と捉えます。なるほど。これそれぞれですね、根拠があっての話で、逆にそう捉えないと、歴史の認識がおかしくなる部分がたくさん出てまいります。これは上に言うと30年戦争という、有名な、歴史の授業で教わったでしょうけれども、ヨーロッパ、これもですね、いわゆる、4つのですね、別々の当事国同士の戦争をくるめて30年間にわたる戦争なんですが、これは全部その前の戦争がなければ、その正規しえなかった戦争なわけです。この意味で大東亜戦争というのは、この3つの戦争をくくって大東亜戦争、これは私の定義です。なるほど。みんな終戦といえば1945年だと思ってるんですが、それは太平洋戦争であって、実は大東亜戦争として取られれば、インドネシア独立戦争1949年、そこが一応戦争が終わったということになると。そういうことですね。なるほど。で、そもそもこの今30年戦争との比較がありましたが、20世紀というのは、戦争をたくさんやってる世紀ですね。そうですね。第一次世界大戦もありますし、そのあたりはどういうふうに大きく見ると戦争の世紀ということを捉えられるでしょうか。そうですね、いわゆる歴史の区分でいう近代と現代という言葉がありますが、近代現代の間に、いわゆる世界大戦期という期間があったわけです。なるほど。これがいわゆる20世紀の前半です。20世紀始まってすぐにの、いわゆる日露戦争、1904年に始まりました。1904年の日露戦争。日露戦争、これは初めてですね、アジア人が、いわゆる黄色人種が白人に勝った戦争なんです。そうですね。で、日露戦争の後ですね、1914年から18年、第一次世界大戦、これはヨーロッパを中心に戦った戦争ですが、ここにも日本は、参戦をしたわけですが、一部その青島あたりでドイツと日本も戦いましたが、この第一次世界大戦、そして、1939年に始まった第二次世界大戦、この3つの戦争のが、1945年にまでに終わる第二次世界大戦までを含めて、いわゆる世界大戦期と捉えます。この前後で歴史は近代から現代に変わります。世界の秩序が大きく近代から現代で変わるということ、それからいわゆる、戦争というものが、それを契機にこの世界規模の世界大戦というのがもう消滅 なくなります。で、その後ですね、これはなぜ、じゃあ逆に言うと、この時期に、白人対黄色人種の大戦争がありですね、そしてヨーロッパ中を巻き込んだ大戦争が起こり、それが1918年に終わった
わずかですね、はい、20年足らず、弱でですね、はいはい、第二次世界大戦という、そうですね、今度世界中を取り巻く第一次世界大戦をさらに地球規模にした、はい、第二次世界大戦がたった20年後に起きるわけじゃないですか。そうですね、これが、はい、あの人類ってそこまで愚かなのかと、そう思っちゃいますよね。思いますね。はい、まあ、それはですね、よく歴史を考えますとですね、これは必然的にそうなったんです。必然なんですね。必然なんです。はい、これは第一次世界大戦の1918年の、はい、直前に、はい、1917年にロシア革命。ロシア革命ありますね。はい、で、このロシア革命が起きることによって、はい、世界に初めていわゆる共産主義国家というのが生まれます。はい。はい、さあ、じゃあロシア革命というのがそもそもどうして起きたかといいますと、これですね、日露戦争の時に、はい、ロシアを弱体化するために日本はヨーロッパで革命工作をやります。明石工作という、はいはいはい、この明石元次郎大佐、これ、戦後ですね、ヨーロッパ人が明石元次郎は一人で一個師団分の戦いをした、うん、一個師団ね、数個師団分の戦争をしたと言われてますね。これぐらいすごいことをヨーロッパで一人で駆け巡って革命工作をやった。これによってロシアが国内事情が悪化して早くに第一次世界、じゃない日露戦争そのものがですね、早く終結したい状況に持ってかれた。なるほど。そして第一次世界大戦でロシア革命を起こすために、ロシアを弱体化するために、これドイツのウィルヘルム皇帝がですねやったことは、この明石工作を焼き直ししたんです。あ、逆に言うと明石工作がなかったらロシアの革命工作が第一次世界大戦中になかったかもしれない。あ、なるほどなるほど、ね、うん、そういうことなんですね。まさに非常にいいことをやって、成功したことをもう一回やろうとしたわけですね。ですから、これロシア革命というのの裏で、いわゆるプロイセンがですね、はいはい、かなりあの革命工作裏で手助けしてますよね。手助けというより実際それで革命工作をやってるわけです。なるほど。そして早くにロシアを戦線離脱させた、うん、そしてその結果ロシアというですね、ロシアにソビエト、ソビエト連邦という国になるのはもう少し後ですけど、いわゆるロシアに革命、政権、ボルシェビキ政権というですね、はい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 、ものが立ち上がり、コミンテルンというのが設立され、世界共産主義を目指す国ができてしまう。なるほど。これが第二次世界大戦につながっていくわけです。つまりそのコミンテルンというか世界共産主義革命というか、そうですね、それが第二次世界大戦を起こしていくというふうに捉える、ね、そう捉えて間違いないと思います。なるほど。これはですね、第一次世界大戦を、の時の特性はですね、いわゆる国家総力戦というものになりましたね。はい、ですね、はい、でこの国家総力戦、いわゆる戦争が長期化し大規模化しですね、はい、いわゆる国家全力でそのもう戦争を遂行するために国の体制も全部変えなきゃいけない、はい、ここに共産主義が入り込む、はい、社会主義共産主義的政策が入り込む余地が出てくるわけですね、なるほど。そして深刻な社会的な混乱というものが起きて、結果的に第一次世界大戦ではロシアとドイツが革命によって王政が廃止されてしまった。そうですね、はいはい、ということです。うん、まさにこの焼き直しが第二次世界大戦、さらに大きな地球規模で大きな規模で世界を、共産化、要するに革命化しようというものがコミンテルンの中にあったんですね。なるほど、はい、まさにマルクス・レーニン主義を世界共産革命と、そうですね、いうことを遂行するという意思が、そうですね、存在し、それが第二次世界大戦になっていたと、そう考えて間違いないですね。なるほど。まあ、こちらはですね、その根拠としてもですね、こちらに、まあ、ちょっと示したように、これ一つだけじゃないんですね。第二次世界大戦の直前にの、はい、1935年ですかね、はい、2年前ですか、この頃にですね、反ファッシュ人民戦術に関する決議というのを、コミュニティで出してるんですね。なるほど。まあ、これは共産主義者は身分を隠してこのブルジョワの中に、機構の中にどんどん入る、要するに各国に潜入していけということです。潜入していけと、はい、そして社会主義派だけではなく、いわゆる民族独立派、ね、いわゆる右側の人たちのとか保守層まで入り込め、要するにそれを装えということです、保守層の中にも入ってくる、はい、そしてあらゆる勢力を共闘してですね、はい、この日本とドイツをまず共産主義化しようと、
日本とドイツですね。まずイギリスやアメリカといった国はその後でいいから、まず日本とドイツをその共産主義の共産化ですね、完全にしようということですね。まあ、ドイツはまだ王政は廃止されてましたが、共産革命は失敗してますからね。そしてですね、まあ、この日本の共産主義化のためにですね、いわゆるシナ中華民国、これを活用、使おう、大いに使おうということも言ってるわけです。共産主義化のために当時の中国を活用すると。そうです。それがこの1935年のコミンテルン大会で決められた。もうそうですね、コミンテルン大会、ですかね、第7回ですかね、コミンテルン大会、はい、こういうことなんですよ。で、この実は遡ってですね、まあ、その前に、すでにですね、32年定税というやつで、まあ、要するに日本の天皇制はいつか必ず打倒するということを言ってるんですね。おー、これはもうあのコミンテルンがそういう定税を出してますね。でその時 にいわゆる日米ですね、イギリス、ドイツ、イタリアといったですね、はい、まあ、こういった国々をそれぞれ対立させて世界戦争を起こさせるということを言ってるんですよ。なるほど。ですから、まあ、それ以外にもし、まあ、その中にソ連も戦争に巻き込まれた場合は、各国の共産主義者は団結して、この、いわゆる共産主義者の祖国、ソ連のために動けと、なるほど、いうことを、もうその前にすでに世界に指令を出しているということです。なるほど。で、まあ、その、まあ、さらに遡ってですね、まあ、世界プロレタリアートの3つの基本的な任務ということで、はい、これはもっと遡りますね、1928年の第6回コミンテルン大会の時にですね、はい、まあ、来るべき帝国主義戦争の危険に対する、まあ、闘争、それで、まあ、中国革命の防衛、ソビエト連邦の防衛といったことを言ってるね。まあ、これだからもうそのもうずっと前からいわゆる世界共産化のための大世界戦争というものの青写真、構想はありですね。なるほど。まあ、その青写真を描いていた、まあ、それがこの下の段のこの部分ですね。結局そういう共産主義革命戦争を起こすんだということは、もうはっきり今にもの今でも残っているそれテーゼとかですね、決意部分を実際に読むとですね、その通りにあるところまではその通りに言ってるわけですね。この共産革命のところ以降が そ, うです、ね、その通りに言ってないんですが、そこまではまさにあるところまではそうです。コミンテルンで考えた通りに推移すると。そうですね、日中戦争もそうだったし、まあ、そうです、あ、日米戦争もそうですね。なるほど。それでこの、まあ、日米戦争ですけども、そうですね、これはまあ、日本はなんか侵略戦争を日本がやったんだと、まあ、戦後そういうふうにね、というふうに、まあ、全部侵略戦争とされて、まあ、ずっと、はい、まあ、東京裁判以降そうなってますが、はい、まあ、実はそうじゃなくて、もっと大きな世界の今の流れの中でまあ、ここにで、まあ、ちょっと後で解説していただきますが、アメリカからいろんな要求が出てきて、はい、もうやむにやまれずというところなんですね。そうですね、はい、皆さんご存知の通り、ルーズベルト大統領の、はい、ルーズベルト大統領の取り巻きというのもあれ、はい、全部共産主義者でした ね、 あ、なるほどね、ハリー・ホワイトとかですね、はいはい、ホワイトがそうですね、はい、あと、まあ、そういうですね、人たちに取り囲まれて、はい、いわゆるコミンテルンの世界戦争の中の重要な2段階、まずですね、はい、この盧溝橋じゃなくて上海事変から日中戦争というのはすでに、まあ、シナ事変として始まってますね、はい、まあ、日本は戦争という言葉を使わずにあくまでも平時という扱いで事変という言葉にこだわったんですね、はいはいはい、だから日中戦争と、まあ、歴史的に呼ぶのが正しいかどうか別にして、日本政府としてはシナ事変という言葉しか使っていません、はい、これはあくまで戦争じゃなく事変だと言っているわけです。なるほど。で、その第二段階として日米を戦わせるという日米戦争の段階が、あったわけですね。この時に、アメリカ側が前をするに動かして使ったのがこのルーズベルト大統領ですね。なるほど、なるほど。で、このルーズベルト大統領のアメリカはルーズベルトで、はい、ルーズベルトは日本をそのまあ、こうもう細かくて読みませんけど、もう数えきれないほどの経済制裁をどん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 、はい、1939年ですね、はい、第一次世界大戦の第二次世界大戦が始まった年からですね、どん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 日本を圧迫していくわけですね。で、まあ、日本がその間に日本は日独、いわゆる日独軍事同盟
三国同盟結んだりするわけですが、はい、その度にどん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 ですね、通商条約、日米の通商公開条約を執行させたりですね、どんどんやっていって、まあ、石油の輸出を、まあ、許可制にして、1941年に入ってですね、はい、さらに日本の在米資産を凍結、そしてとうとう日本の対日、石油の対日全面禁輸にまで踏み込むわけです。まあ、その間にですね、一方で日本はこの近衛文麿内閣ですね、はい、この近衛文麿内閣にも、の周りも、取り巻きにも、まあ、共産主義者いっぱいいました。まあ、有名なのがこの尾崎穂積というですね、近衛内閣の、食卓で朝日新聞の記者ですがね、はい、これがいわゆる、はい、ソ連のスパイの、ドイツ大使館にいた、ドイツ大使館員で実はソ連のスパイだった、はい、リヒャルド・ゾルゲというスパイとこの裏で、はい、手を握って、はい、これ全部情報が全部ソ連に流れていたというこれ有名な話ですが、なるほど。でこのですね、大東亜共栄圏という後に出てくる言葉、はい、これ最初に言い出したのがまさに近衛文麿の時期だ、はいはい、でこの一生懸命南進論、日本はそれ北では北進ではなく南進だ南進だということを一生懸命説いたのがやはりこの近衛の取り巻きの人たちですね。この南進だ南進だと言ったのはこのコミンテルのあれなんでしょうか、それはどういう意図があったんでしょうか。これ当然ですね、いわゆるソ連に日本の軍事力が向かないためです。そういうことですね。1941年7月に有名な関東特殊演習、関徳演っていうのがありますね、はいはいはい、これ関徳演でですね、日本は何十個師団という膨大な数の師団とですね、まあ、戦車部隊機甲師団をですね、はい、これ満州に固めるんですよ、はい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 、で満州に固めて日本の国土にはもうほとんど手薄になって全部満州に向け、それが一気にいわゆる独ソ戦と同時に、を機にですね、独ソ開戦を機に一気にこれでソビエト連邦に、いわゆるソ連に、満ソ国境からソ連を叩こうと、そうするとソ連は両正面作戦になっちゃうじゃないですか。そうですね、はい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 、ヨーロッパで、この年1941年6月に独ソ戦が始まり、うん、ヨーロッパで始まり、ね、同時に、シベリア方面から日本軍が攻めてきたら、これもソ連お手上げですね。はい、そうですね。なんとしてもこれ避けたいということが南進なんですね。南進の南進の。でこの頃歌でもラジオなんかつけるとラジオから南進日本の歌とか言ってですね。もう国民中がみんな南進だ南進だって言い出してね。これ全部裏返せばですね、監督園でこのまま攻め込まれたら困るソ連の焦りだったわけですね。そういうことなんですね。でこれが、この近衛内閣も、いわゆるシナ事変にどん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 深入りしていった。うん、理由の一つであり、まあ、コミンテルンも中華民国側にもですね働きかけて、どん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 日本を奥地に引き込もうとしたわけです、うん。まあ、この1回目が最初にそれをやろうとしたのが例の盧溝橋事変ですが、はいはい、これに現地解決しちゃったんで、はいはい、失敗したんですよ、うん。でそれだって通州で虐殺して日本人を怒らせて、うん、でもう1回上海でやって、はい、上海事変ではうまいこと日本をずるずる引き込むことに成功したということですね。なるほど、まあ、この事実を追ってみると日本は中国との戦争にずるずると引き込まれていったと。もちろんです。いうのはもう間違いないことですね。まあ、有名な話でこの時の中華民国軍の軍事顧問はドイツだったんですね。で使ってた武器もドイツ製だったと、はいはいはい、またこれまたですね、はい、一方で日独伊三国軍事同盟だって言って万歳万歳って言ってた、はい、この日本人のですね、はい、歴史世界観国際感覚のまあ鈍、はい、さというかある意味純粋にです、順調さというかですね、まあ、ある意味ですね、甘さというか、うん、まあ、こういったものも、まあ、歴史の中に鑑みることができるんですが。なるほど、まあ、いよいよそして日米開戦なんですけれども、その時はですね、対米英蘭、そうですね、はいはい、そちらなんですね、日本は。そうです。まあ、このあたりはどういう流れなんでしょうか。ですね、はい、じゃあ、日本はですね、はい、アメリカにこう、まあ、追い込まれるわけですね、はいはい、石油も止められです、はい、そうですね、在米資産止められ、はい、でやっぱ石油止められたのが一番痛かったのわけですが、それも陸軍より海軍が痛かったんですね。あ、海軍痛かった、ね、海軍の方はもう軍艦動かなくなります。 ABC でホイモなんて言われます、ね、そうで言われます、そして、一方でですね、はい、
日本も2年分ぐらいの戦争2年分ぐらいの備蓄は石油をそれがあったからやってた、はい、逆に言いますとですね、はい、アメリカとかオランダはですね、日本アメリカが石油を絞る厳しくする前は逆に安い値段で叩き打ってたんです。ほうほうほう。2年分ぐらいの備蓄は持たせてやろうと。おゼロじゃ最初から戦争しないから。なるほど、それそこまでやってたんですね。やってましたね。 でいきなりピタッと止めたわけだから、山本五十六が有名な1年2年は暴れてみせましょうって言った。あ、全部載せられてたわけですね。全部載せられてたわけです。あ、まあ、そういうこともありましたけど、いずれにしても資源地帯を抑えるためには、ね、はい、いわゆる対米英乱戦争終末促進に関する副案、ね、はい、こういうものを、まあ、当時の日本は出してですね、まあ、これなら勝てるだろうというところまで作戦を練ったわけですね。これはよく最近もよく本に書かれた方がおられます。でこれどういうことを言ってるかというと、速やかに極東における米英乱の根拠を覆滅して自存自衛を確立するとともに、さらに積極的措置により小解析の小ですね、小政権の屈服を促進し、はい、独位と連携してまず A イギリスの屈服を図り、米アメリカの継戦意志を喪失せしむるに努む、要するにこの地域インド、まあ、その波及効果としてインドも独立するんですが、まずは援助ルートを断とうと、うんうんうん、これ大事なのがインド独立、インド洋を抑えることですね、はいはい、このインド洋を抑えてそれは海軍に頼むで、日本はあのオランダとかですね、あのこういう今のいわゆるインドネシアとかマレー半島とかこのビルマとかこの辺を軍事占領することで資源を抑えるのと援助ルートをカットすると、うんうんうん、この2つをやればイギリスがお手上げになる、うんうん、そうしたらアメリカは要するに継戦意思ですね、戦争しようという意思そのものをアメリカが失うだろうと、はい、こういうことだったわけですね。あ、なるほどなるほど。でこれなら勝てるだろう、でこれなら 1,2、うん、年の石油の備蓄でも十分、先にまず中華民国が手を挙げるだろう、 お手上げになるだろう、武器も弾薬ももらえない中華民国が崩れるだろう、はいはいはい、そしてイギリスはインドの独立にでも独立されちまったらもうそのイギリスそのものはそっちがもう大変になって戦争どころじゃなくなるだろう、うんうんうん、一方でヨーロッパでも戦争しているドイツです、はいはいはい、もうこういうことでですね、勝算は勝ち目は十分あるだろうと見ていたわけですね。いや、なんかその何の計画もなく無謀に入っていったわけでもなくて、一応そういう全体的な戦略的なものがあったわけです。算段もしていたわけですね。そうです。なるほど。まあ、うん、そうなんですが、だからその方針に2個目にですね、はい、極力戦争相手の拡大を防止し第三国の 離道に努む、うん、要するに第三国が、ね、入り込めるように、今言ったこの計画以外に戦争の相手国を増やしたり戦争、うん、対象国を増やすなと言ってるわけね。お、まあ、早い話がハワイに真珠湾攻撃なんて持ってんのほかってことですよ。あ、なるほど。まさにこの真珠湾攻撃によってこの、対米乱戦争終末促進に関する副案というのは吹っ飛んじゃったわけです。あ、ということはあのいわゆる真珠湾攻撃というのは、はい、まあ、計画されたもの、国全体として統一戦線で計画されたものではなくて、はい、一部の、そうですね、あれは海軍ですね、海軍の一部ですね、はい、しかも、はいはいはい、海軍の一番それを強行に進めようとしたのは連合艦隊司令長官ですね。で、まあ、一説によると、うん、当時のね、東条首相はですね、東条英機は、はい、にすら知らなかったと、はい、うん、そうですね、いう話でですね、まあ、その真珠湾攻撃を聞いて、うん、東条英機は涙を悔し泣きをしたなんて話もあるぐらいですね。はい、そう聞きますね。ね、はい、それが秘密のうちにやってで、まあ、開戦とならば一気に叩くと、うん、いうことだったんですが、まあ、これはですね、うん、まあ、作戦的にその後の米国のとしばらくの間の、 あの継戦能力を削いだことは事実なんですが、はい、まあ、さっき言いましたですね、こうしたら勝てるという戦略がその一撃で吹っ飛んじゃったわけですね。あ、結局戦争が主戦場がインド洋とか、うん、アジア、あの要するに東南アジアとインド洋じゃなくて一気に太平洋に吹っ飛んじゃったわけです、うん、ああ、なるほどなるほど、はい、まあ、あのこれ以外にもあの陸軍には秘密で、あの
航空基地を作ってたのが例のガダルカナルなんですけど、 あれも取られてから、米軍に取られてから陸軍が初めてガダルカナル島という島を知ったっていうんですね。あ、そうなんですか。あの基地を先に作っててですね、ツラギというところとガダルカナルに飛行場を作ってた海軍、これ陸軍に内緒で作ってた、ところがそれを早々と米軍の反撃によって取られてしまった、これ取り返さにゃいかんということで陸軍に頼み込んできたときに、陸軍の参謀本部はガダルカナル、それどこって話だったそうですよ。でも陸軍と海軍というのはそこまで対立をしてたという、まあそうですね。もう一方で言いますと、さらに言いますとですね、このどうもですね、このせっかく勝てる作戦を全部海軍がそうやって一つ一つ崩していったっていうことも事実なんですね。なるほど。それはもう陸軍から見ると、まあ、東条首相から見ればもうとんでもない話が起こっちゃったということ、まあ、そうですね。まあ、それを、まあ、海軍の中にそのいわゆるですね、この戦争に加担したと悪意で見るか、そうではなくですね、海軍には海軍なりの勝ち目はやっぱり太平洋に求めたいと、米軍が反撃してくるのが海軍なりにも怖かったので、先手を打っておきたいという意味でね、善意に取ればですね、別にコミンテルの工作に加担したんじゃないよという捉え方もできますね。これどっちかはね、ここでは結論出せませんけど ね、まあ、どっちにも取れるんですけどね、私にはね、まあはい、まあそうやってですね、結局日本はあの、ポツダム宣言受諾に至るんですけれども、このあたりの流れですね、ちょっとお話しいただけませんか。あ、そうですね、ちょっとその前にですね、大東亜戦争というものの定義を、先ほど僕が太平洋戦争前のシナ事変を含むといったことの根拠ですね、これちょっと先に説明したいんです。でこれはですね、まあ、先ほど言いました昭和12年12月8日真珠湾攻撃のあった日ですね、米国及び英国に対する宣戦の詔勅っていうのを昭和天皇がなされますね、これが、中でいわゆる帝国の存立まさに期待に瀕せりと、で、ことここに至る、ね、今ちょっと読みましょう。で、帝国は今や自存自衛のため、ね、決然して一切の障害が、障害をですね、破砕するのほかなきなり。もうね、日本はもう改正に至らない、これは自存自衛のため、日本という国が今後も、存在するためだって言ってる、仰せられた昭和天皇が。まさに自衛のための戦争だと、もうそういうことだったんですが、まあ、これは一つですね、そしてこの4日後にですね、閣議決定があったわけです。でこれがですね、今時の、まあ、対米英、戦ですね、今時の対米英戦、ね、戦争および今後の情勢の推移に伴い正規することのあるべき戦争はシナ事変をも含め大東亜戦争と呼称すると。なるほど。これがですね、だから、シナ事変も大東亜戦争に含むと、こういうことになるわけです。なるほど。ね、で、そしてその後ですね、平時戦時の、分解時期は昭和16年12月8日午前1時30分とすると言ってるわけなんで、日本の体制はあくまでもここからが戦時です。これ以前は平時のままやってきたわけですから。あ、なるほど。ここまもう遡ってあの時から戦時だったと言えませんよね、もう既成事実ありますから、だから戦争としては大東亜戦争とするけれども、戦時平時はあくまでこれ以降戦時体制を取るよと言ってるわけですね。なるほど、なるほど。もう今はもうすでに戦時体制に入ったよということですね、まあ、これあらゆるものがこれによって、法律的なものや何やら全部変わってきますから。なるほど。当時あの戦時と平時ではここが違うというね、あの内閣の権限から何から全部変わってきますからね、この辺は戦時体制に移行したわけですよ。なるほど、そういうことですね。そうです、そしてですね、さらにその同じ日にですね、昭和12年12月12日に、内閣の情報局というところが、またこういう声明を出してるんですよ。今時の、まあ、前半は一緒ですね、今時の対米戦争はシナ事変をも含め大東亜戦争と呼称する、ね、そこからなんですね。大東亜戦争と呼称するは、大東亜新秩序建設を目的とする戦争になることを意味するものにして、戦争地域を主として大東亜のみに限定する意味にあらずと言ってですね。さあ、これがですね、先に言われた帝国は今や自存自衛のためと昭和天皇が言われた、天皇は自存自衛のためにこの戦争をする、これは対米戦以降のことを言ってるわけですね。確かに。でも大東亜戦争というのはそれ以前のシナ事変も含めた大東亜戦争だと言ってるわけですね。
昭和天皇のご承知には大東亜戦争という言葉はまだ出てきませんし、うん、これ開戦も終戦も大東亜戦争という言葉はありませんので、うん、はい、これ大東亜戦争ではない対米戦なんですね、はい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 、そしてこの大東亜戦争の目的が自存自衛ではなく、うん、大東亜進出場建設を目的としたこの戦争なんだとここで初めて言っている、うん、なるほど、ね、うんうんうん、ですから、まあ、大東亜戦争の目的はまあ、東亜アジアの解放だということは、うん、あながち間違いではないんですね。なるほど。ということはそのいわゆる日米戦争は、はい、こう自存自衛、もうそこには自存自衛ですねということになるんですね、はいはい、しかしもう少し大きな意味で、はい、大東亜戦争ということを考えるとこれは大東亜秩序、はい、まあ、つまり新秩序を国際的に作っていくと、はい、いうことをの日本の意思が示されていると、まあ、そうですね、ということですね。ただし、じゃあシナ事変はアジア解放の大東亜新秩序建設始まったかと、これも嘘なんですよ、これずるずる仕組まれてるんです ね、 そうですね。ところがそこに遡って、大東亜建設の建設のための戦争をしたんだと言って、ちょっといい、そうですね、そこはちょっと混乱しちゃいますよね。混乱せんち矛盾してるんですが、この時点で我々はそういうことでこの戦争を、うん、再定義しようとしたっていうことなんですね。最定義ですね、ですね、はいはい、もうただですね、もう一つくせ者がですね、うん、はい、大東亜新、要するに戦争地域を主として大東亜のみに限定する意味にあらずと言ってる、ね、うん、そうですね、ですね。だからこれの一言で真珠湾叩いたと、今後戦線が太平洋に広がっていくことも大東亜戦争に含まれるんだぞと言ってるんですね、うんうん、なるほど、はい、まあ、ここがですね、なんかこう海軍を擁護している条文文書を文面を入れたような気がして私はならないんですが、なるほど、まあ、そこ考えすぎかもしれませんけどね、はい、一言で大東亜戦争あるいは太平洋戦争、シナ事変、日中戦争、はい、まあ、これ今までなかなか整理されてなかったんですけど、そうなんです、しかし国家の意思としては順番に見ていくとこういうふうになる、そういうことです。で、面白いことにですね、海軍がこの大東亜戦争という名称を何にするかということを話し合ったとき、はい、海軍側の意見は太平洋戦争だったそうですよ、はい、だからその時点でもさっき言ったあの終戦促進に終末促進に関する副案なんてことは、もう陸軍に付き合ってあげただけみたいな感じで、腹の中では太平洋で戦うことしか考えてなかったということはよくそこで分かるんですが、結局最終的に戦争の名称は大東亜戦争になるわけですね、なるほど、はい、まあ、それで結局、ポツダム宣言受諾に至るわけですが、はいはい、ただ日本はこの大東亜、会議というのをやってるわけですよね、はい、そうですね、それと、まあ、あのいわゆる戦勝国が考えているのとは真っ向から違うものだったという、そうですね、まあ、結局開戦の、1年目で、はい、まあ、まあ1年というのは12月でわずかですけど、開戦2年目のがメインで、はい、日本はそのアジア各国の当初のですね、はい、まあ、あの太平洋正面にも出ながらも、うん、この当初の副案、この部分はですね、はい、この先ほど見せたこの部分は確立するわけです、はいはいはい、でこの部分は終戦までこの部分守り続けて、なるほど、一本もここに入れてないんですよ、なるほど、ただ他の戦力が全部なくなっちゃったということで、消耗してなくなっちゃったということですね。でこの時にすぐに大東亜、共同宣言なり大東亜会議なりをやっとけばもうちょっと日本はやりやすかったのに、これは実際大東亜会議やったのはその開戦が16年12月で18年11月ですから、ね、はい、約2年後なんですね、はいはい、でこれはですね、うん、大東亜会議をやる直前、その年の半年前にアッツ島で初めて日本軍が玉砕します。あ、要するに日本が戦線を最大に拡大したところからようやくほころびが出始めた年です。そしてやがてその後にですね、サイパン島あたりまでもですね、はい、米軍がどん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 攻め込んでくるわけですが、はい、こうした戦局の推移、日本はこのままいくと下手したらまずいぞという戦局の推移の中で、はい、この戦争が仮に負けても、はい、この戦争の日本は戦った戦争は正しかったんだということですね、うん、なるほど、これをもう一回最初には言葉で言ってましたが、うん、大東亜進出を建設してましたが、はい、実際にそれを実際に行動に移したのがこの大東亜会議であり、はい、昭和18年11月の、うん、大東亜会議、大東亜共
共同宣言だったわけです。なるほど、まあ、この大体共同宣言というのも条文全部読むと長くなります。こちら私の書いたこの本に全文書いてますんで、はいはい、こちら読んでいただくと全文書いてますが、はい、特にこの色塗った重要な部分だけ読みますとですね、大東亜の各国は相互に連携して大東亜戦争を完遂し、大東亜をアメリカやイギリスへの奴隷的な服従から解放して、その自存自衛を全うし、先の綱領に基づいて大東亜を建設するうんぬんかんぬんと言ってるわけです。なるほど、はい、まあ、これ3カ国はですね、確かですね、まあ、ビルマですね、はい、ビルマ、それからインド仮政府ですか、それからまあフィリピン、うん、それからですね、まあ、ちょっと今全部の国忘れましたね、うん、満州国かな、満州、あ、はいはい、中華民国、中華民国は あちらじゃないですね、蒋介石じゃない方の、はい、中華民国政府ですね、はい、まあ、こういった国々、まあ、正式な参加の国もあれば、うん、正式にはまだ政府として認め、日本が承認しないけど、うん、オブザーバー参加もあったわけですが、いわゆる国際サミットだね、世界最初の国際サミットだったね、世界最初の国際サミット、まあ、アジア国際サミット、アジア国際サミットだったわけですね、さあこれがね、昭和18年11月6日に行われました、はいはい、これ当然世界中にこの共同宣言バーンと出します、はいはい、これは大東亜戦争の目的をアジアの国だけじゃない、当然世界中に外伝として出したことで、うん、対戦国の アメリカ、ソ連ね、はい、イギリス、各国がこの大東亜共同宣言読みました。なるほど、はい、これで焦ったのが連合国ですね。あ、そういうことですね。そしてすぐにその1ヶ月後じゃないですね、そのもう直後に、はい、カイロにアメリカ、はい、イギリス、そして中華民国の蒋介石ね、はい、ルーズベルトとね、チャーチル、蒋介石がカイロに集まることになり、1ヶ月も経たないうちにその最終日にカイロ宣言というのを出しますね。カイロ宣言、はい、でこれカイロ宣言そのもの、あ、カイロ会議そのもの、会談そのものが本当にやったのか合成写真かなって言われてますなるそしてこのカイロ宣言もですね、はい、実際にですね、文面が残ってるわけじゃなくてですね、正式な宣言文というのが残ってるわけじゃなくて、いわゆるですねメディアに対するですね、はいはい、なんて言いますかね、この公表した、なるほど、だけなんですよ。あ、はいはい、で、まあ、このカイロ宣言というのも有名な話ですが、まあ、これもよく、まあ、赤字読みますね、三国同盟は同盟国中の日本国と交戦中の諸国と共同し、日本国の無条件降伏をもたらすのに必要な重大で長期間の行動を続行すると言ってるんですが、うん、その中を読みますとですね、まあ、全部読むと長いんで、これもこちらの方に全部書いてますんで、はい、興味ある方はそっちで読んでいただいて、はい、まあですね三大同盟国は日本国の侵略を制止し罰するため、うんぬんですね、あ、じゃない、その日の方がいいですね、同盟国の目的は1914年の第一次世界大戦の開戦以降に日本国が奪取しまたは占領した太平洋における全ての島を日本国から剥奪することって言ってるんですよ、うん、はいはい、でこれ太平洋における日本島っていうのは1914年の第一次世界大戦で、ドイツが負けましてね、ドイツのが委任の統治していた太平洋の諸国を当時の国際連盟から日本が委任統治させた、はい、そうですよね、はいはい、わけで、はい、別に奪取したわけでも何でもないですね。この奪取っていうのはそこの部分ことを言ってるわけなんですかね、まあ、第一次大戦以降のということですから、そこも含まれちゃうわけですよ。あ、開始以降含まれちゃうということですね、はい、はいはいはい、まあ、それ以降も、うん、まあ、太平洋に日本行きましたが、誰だって、ほとんどはサイパン島にしろ、あれにしろ、うん、日本が委任統治していましたからね。あ、さあ、それからですね、その後も、並びに満州、台湾および奉公島のような日本国が、清国人から盗取した、盗み取ったすべての地域を中華民国に返還するというね、まあ、はい、もう皆さんね、まあ、歴史ちょっと読めばですね、はいはい、そうですね、これ、日清戦争で、ね、下関条約で、はい、れっきとした国際条約で日本が得たものですね、そうですね、はい、満州じゃないけど、この台湾奉公島ですね、はいはい、で満州は当時ですね、けがえの地といってですね、これ全然中華民国でも清国でもなかったわけですね、はいはいはい、まあこういうことをですね、はい、嘘でたらめ言っている宣言文なんですね、プロパガンダですね、もうまさにこれは何かというと、これに
大東亜共同宣言に焦った連合軍が、うんうん、とにかく何か出せと、こっちも正当な、こっちの正当性を世界に訴えろと言って書いたものだっていうのも、条文読めば見え見えですね、うんうんまあ、これぐらいですね、このまあ、いわゆるプロパガンダ戦、うん、武力の戦争の最中にこういったプロパガンダ戦もありですね、これどう見ても正しいのは日本です。そうですね、あ、まあ、これは間違いない、まあうん、戦争に負けたおかげで、あの、うん、私たちは今ですね、これが間違いでこれが正しいと、はいはい、信じ込まされてるから困ってるんですが、そうです、ね、まあもう普通に読めば、素直に読めばどっちが正しくてどっちが間違い、まあ、早い話が正確なことを言ってるか嘘を言ってるかだけで見ても分かるわけですね、うんうんうんはい、まあ、ちょっとあれですけど、こういうものがありましてですね、結局終戦に至る、まあ、その間はちょっと省きますけどね、はい、終戦に至ることをじゃあお話ししましょう。はい、まあ、玉音放送とかありましたけどね。ありましたね、玉音放送ですね、はいはい、そのあたりを。そうですね、はい、まずですね、この玉音放送、昭和天皇のご世談、先ほど言いましたね、はい、ずっとこの戦争の推移がこの見ますとですね、このいわゆる当初の、世界革命を目指した戦争というのがありました、はい、そして現実の世界のリアルな戦争がありました。ずっとあったわけですね。でここで終わっちゃったわけですね。はい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 、その戦争がここではこの時点では、はい、これがこれをもたらしたのが昭和天皇の、はい、ポツダム宣言受諾のご聖誕だったわけですね。そうですね、はいはい、でこれで結局この先がなくなっちゃったんですよ、うんはい、でまあ、この昭和天皇のご聖誕、これが、まあ、昭和20年、1945年の8月10日のことなんです。8月10日なんですね、はい、これがポツダム宣言の、はい、受諾というか、うん、をしていいといういわゆる核なんて言いますかね、はい、御前会議での決定なんですね、はい、8月10日だったということですね、はいはい、でこの日、そしてこの4日、11、12、13、14、4日後に、はい、正式受諾ということになる。正式受諾と、はいはい、これはどういうことかといいますと、この4日間何があったかというと、はい、まさに有名なですね、天皇がですね、私はどうなってもいいと、はい、この日本という国をこのまま戦争を続けたら、うん、日本という国がなくなると、うん、でそれからさらに言いますと、ね、この世界も、ね、このままいくと悲惨な状態になると、はい、だからここで戦争は止めな、やめためなポツダム宣言を受諾しようということだった、うん、ところがその条文、英文で来た条文を、日本で訳しますときにね、このサブジェクト、要するに日本国は GHQ に、司令に対し、うん、連合国 の GHQ に対してサブジェクトとするんだと書いてある。この従属しちゃう。そう、従属すると訳すと、はい、日本は天皇は、その後残れないんじゃないかということで、このサブジェクト2は国体、日本の今の国体を、うん、要するに誤字できるのかどうかということを問い直すための電報を、外務省と、が打っちゃうんですね、うんうん、でこの回答待ちということでちょっと猶予も、そして返ってきた答えが14日なんで、で別にサブジェクト2だろうが何と訳そうと、昭和天皇の腹はもう10日の時点で、決まってたわけですので、決められてたわけですので、どうでもよかったんで、まあもう そうそれが、まあ、国体が完全に潰す意思はないというような回答をもらったことで、はいはい、みんなが安堵して受け入れたときには、もう昭和天皇はそれなら国民が納得するために私がマイクの前に立とうとまで言われたわけですが、なるほど、この10日の意味というのがですね、はい、今ほとんどの人が分かんなくなっちゃってるんですよ、うんうん、でこの10日じゃなくて14日にご聖誕があって、15日に、玉音放送があったという話にちょっともうみんな、はい、どの本読んでもそう今なってるんですね。これはどうしてかというと、まあ、一番あれなのは、ね、日本の一番長い日ということで、そうですね、あれで、あれが小説になり映画になったことで、はいはい、ご聖誕が前日にあったかのようになっちゃいましたね。そうですね、はいはい、ところがこの面白い、まあ、なんて言いますか、ご聖誕があった、それで、結局陸軍省が納得しないでクーデターを起こすと、うん、
いう青年将校がクーデターを起こそうとしますね、うん、はい、それが翌日のことですね、はいはい、まあ、玉音盤を奪って、うん、そして、要するに偽の命令で各師団を放棄させてと、うん、近衛師団を放棄させてと、うん、はいはいはい、いうことなんですが、こんなですねクーデターたった1日でできないですよ、うん、あ、まあ、私も自衛隊勤務していましたけど、ね、感覚的にですね、師団を動かすための行動を起こそうとしたら、うん、どう考えても3日4日は準備期間が必要です、うん、なるほど、これは調整もしな、ね、一緒にやる仲間を募り役割分担を決め、うん、そしていわゆる偽の命令書を起案し、うん、それが、ね、あの玉音放送 を始める時にまでにも準備整え玉音放送を奪うための計画、なるほど、ありとあらゆることを考えますとですね、ぶつけ本番で1日で一晩でできるはずじゃないですか、はい、これは明らかに10日の御政壇以降陸軍の一部の、うん、いわゆるその本土決戦派、いわゆるそれも内陸、はい、決戦をしようとした連中です、はいはい、あのいわゆる水災撃滅じゃなくてですね内陸決戦しようとしてたんです、うん、まあそれがその延長線上には日本が戦争革命があったわけですが、うん、この連中が、革命やいわゆるクーデター騒動をするためにはこれ東海の御政壇でないと時期的にも準備的にもありえないですね。なるほどなるほど、はい、はいはいはい、ではこの昭和天皇の10日の御政壇っていうのが何を契機に、一つはポツダム宣言を受諾するかどうかですが、はい、この重要な御前会議は何なぜ開かれたかということが決め手なんですよ、うん、はいはいはい、でこれその前日の9日にですね、はい、ソ連が侵攻してきました。そうですね、日ソ中立条約を、一方的にね、はい、これ延長しなかったのはもちろんのこと、はい、まだ日ソ中立条約は切れていないのに、はい、それを破棄したんです。そうですね、無視して侵攻開始しましたね、はい、これもいわゆるポツダム宣言というものはアメリカがこれ主導でやったんです、はい、早く戦争終わらしたいから、はいはいはい、本土決戦になっちまったらアメリカ側の損害見積もったら莫大な数になる。あ、そのさっきもちょっとおっしゃった、はい、あの水災作戦、そうあれやられたらですね、アメリカはですね数十万単位、下手したら100万近い戦車を全土で出した可能性がある。この本書かれてますよね。そうです、詳しくですね、まあ、これもデマじゃなくてね、これ綿密に見積もってですね、この決戦した時点の戦力差比べますとね、はい、これ海から上がってくる戦力に対してね、一斉に何個師団かで攻めたらね、これ全部、はい、海辺で押し返されて負けですよ。ああ、なんか九十九里浜あたりですね。そうですね、九十九里浜を主作戦にするということで、敵が主作戦、敵が主上陸が九十九里浜であろうと、はい、相模湾であろうと、九十九里浜に上がった戦力は一兵たりとも上げないと、はい、こういう作戦だったわけですね。なるほど、でもそれはもう用意されてた、ね、そうです、そうです、そのために満州にいた機甲師団、戦車師団まで、はいはい、千葉に持ってきてますからね。なるほどなるほど、でアメリカは それをやったらこっちも犠牲が大きいと。そうです、アメリカは当然上空から航空偵察してますから、大体日本軍がどれぐらいの戦力で待ち構えてるか分かってましたから、なるほど、こんなことをしたらもうアメリカは日本を占領する前にアメリカの世論が戦争継続させないんじゃないかということで、うんうん、焦りの中から出てきたのが例のポツダム宣言ですね。そうですね、アメリカも焦った焦りです、でポツダム宣言です、うん、でポツダム宣言の条文の中に例の回路宣言というのをベースにしたものを押し付けたわけですから、デタラメな思想はそういうことですね。そうです、だからデタラメがもう洗脳されちゃったわけですが、うん、アメリカとしては早く終わらせたかった、うん、そしてこのポツダム宣言を出した。今度は焦ったのがソ連です、はいはいはい、そんなことをして日本がここで手を挙げられちゃったら、うん、まあ、さっき言いましたね、この、あの革命戦争ね、はい、戦争革命、この戦争革命、はい、止まっちゃうじゃないかって話です。なるほど、でこれなんとかして止めるなって話ですね。日本で共産主義にする機会、そうです、失われてしまう、これで止めるなって話ですが、まあ、結果的に昭和天皇の御政壇によって止まったわけです、はい、うん、で昭和天皇は、昭和天皇自らが戦後言われてます、あの、うん、御政壇のきっかけは、はい、あのソ連の開戦だと、ソ連の参戦だって言って、まあはい、もう押せられてますね。なるほど、ですからこう間違いないんですよ。なるほど、だから、まあ、天皇陛下が共産主義から日本を守ってくれた、守ったのはもう昭和天皇です。なるほど、もうそうです。そして、その後の戦争が、いわゆるコミンテルンの共産革命戦争とは違うものになっていく、はい、なるほど。そしてまだ大東亜戦争としては続くわけです、あ、はいはいはい、これがですね、それ
ですね。しかしながらこの大東亜戦争という言葉そのものを GHQ が占領政策で使わないことだった。そうですよね、使っちゃいけないこと、ね、そうですね。ですから、その後、まあ、あの大東亜戦争というのは太平洋戦争という言葉を使えということで太平洋戦争な、はい、という言葉が未だに残っているわけですが、そうですね、はい、従いましてね、日本政府としては大東亜戦争はシナ事変をも含め大東亜戦争と呼称するという正式文書はあっても、はい、正式声明はあっても、はい、大東亜戦争は一律をもって終結するというものはないんですよ。ああ、出せなくなってるわけですね。そうです、そうです、言葉として当時日本政府は GHQ の占領下にありましたし、はい、まさにサブジェクト2してましたから、はいはいはい、大東亜戦争なんて言葉使うこと自体は相ならんってことでしょ。なるほど、なるほど。だから大東亜戦争の終わりっていうものはないんですね。戦争 の終わりの定義がないないんです。ですから、まあ私としてはね、大東亜戦争は続いてるっていうことです。さあ、それはまあ、あのさっきも言いましたね、この、先ほどちょっと戻りますが出ましたが、大東亜、はい、共同宣言出しました、はい、あの頃から日本はですね、特にインドネシアを中心に各国に対するですね、なんて言いますかね、あの政策独立 自存自衛の、戦後にらんだで、ね、軍事的な訓練を始めるわけで、はい、あ、はい、その最も大きなものがインドネシアにおけるペタですね、独立義勇軍ですか、はいはいはい、祖国防衛義勇軍っていうのを、これを、まあ、要請し始めるわけです、はいはいはい、で結局日本は、終戦で、インドネシアを退きますが、はい、この日本が、降伏した翌々日、1945年8月17日にインドネシア共和国独立宣言というのを出しますね、うん、ところがオランダが帰ってきてそれを認めなかったことから、はいはい、インドネシアで、独立戦争が始まります。これが1945年から49年なんですが、うん、この時の戦闘の中心になったのがこの祖国防衛義勇軍ペタの慕われた人たちで、はいはい、当然その人たちに日本は武器弾薬をこっそり渡すわけです。これはまあ渡し方はいろいろあるんですけど、まあ、それ話し方話すとまたそれはキリがないんで、うん、面白いんでいろんなやり方で巧妙にですね、オランダの銘を盗んでそっくりそのまま彼らにあげちゃうんですが、なるほど、まあ、あんまりですねこのことについて書いた本少ないんでちょっと紹介しますとね、うん、はい、こちらにですね、まあ、勇者は語らずという木本明さんという方が書いた本が、あるんですが、はい、これがこのインドネシア独立戦争について書いたノンフィクション小説で非常にこれ面白いです。これ見るとね、いかにしてインドネシアが独立戦争を戦ったのかというのはよくわかりますね、はい、これ知られてない話ですよね。知られてないですね。まあ、ちょっと本に関してちょっと前に戻っちゃいますけど、はい、これ日本兵法研究会の顧問やっておられる、はい、まあ、佐藤守先生ですね、はい、防大7期の私の大先輩にあたる方が出された本ですが、はい、まあ、この方はですね、大東亜戦争は、いわゆるですねベトナム戦争ですね、これちょっと署名もう一回ですね、昭和50年4月30日に終結したとあるんで、これはねベトナム戦争の終結をもって大東亜戦争終わったという説の方なんです。でこの方のもいわゆるもう大東亜戦争中における日本の、まあ、ビルマやですね、インドネシア、それからビルマ、それからインド、そしていわゆる中華民国というかですね、戦後ですからいわゆる中国共産党軍の方ですかね、はい、そっちにだとかに対する日本軍の軍事支援のことを事細かに、まあ、各国の別に書かれていますが、その中のインド、ベトナム、まあ、ベトナムにも当然終戦直前になって日本軍はですね、その後の独立フランスとの戦うための、なるほど、支援をしてるんですが、はいはいはい、これインドネシアのようにですね軍を挙げて、うん、もうかなり早い時期からやったものに比べたらかなり付け合い場的なもんだね。それでもですね戦後のベトコンというのの軍事は、武器も大量の、まあ、日本軍の置いてった武器を使ったり弾薬武器使ったりですね、日本軍が残って軍事特に将校の教育なんかはやってないので、はい、日本軍が将校教育なんか教えて戦術とかですね、作戦の立て方とかは教えてるんですが、いかんせんこのペタの規模に比べたら小さいわけです、ね、で、しかもですねインドネシアの独立戦争ではこのペタのに加えて2000人の日本兵が
日本に帰らずに一緒に戦ってるんで、一緒に戦ってるんですね、はい、これインドネシア独立戦争、なるほど、で1000人近くがそのままインドネシアで戦死されて英霊としてね、祀られてるわけですが、そうですか、はい、まあ、そういうことで結局インドネシア連邦共和国が1949年12月にですね、はい、まあ、インドネシアが独立します。まあ一応オランダ連合内という条件付きですが、独立を獲得して、ここでインドネシア独立戦争が終わったわけです。なるほど、はい、まあこれをもってですね、まあ、いわゆる大東亜戦争ね、これも終わって、この3つの戦争をもってですね、大東亜戦争と定義するのがですね、なるほど、終わりの定義はどこにもないわけですから、うんうんうん、私としてはこれが、一番大東亜戦争というものは何だったのか、うん、ということを解決する、理解する上でのですね、うん、私なりの一つの信条になってるわけですね。なるほど、はい、まあ、これあの総括してみると、この大東亜戦争というものの、まあ、究極にあるのがですね、ええ、実はまあ、白人対有色人種という、まあ、日露戦争以来の、そうですね、長い長いこの歴史のですね、転換といいますか、そうですね、それでやっぱり植民地の独立ということで、そうですね、まあ、あの日本が、まあ、よく大東亜共栄圏というのはお互いに平等な 国々が、同じ目線で協調し合いましょうというですね、そうですね、のまさにそれを実現しようとした、はい、これが日本にとっての戦争だったと、まあ、あの自分たちでやりたくてやったわけじゃないかもしれない、そうです、自存自衛で立ち上がった部分もあるんですが、そうですね、あるいは泥沼に、コミンテルンの工作に引っかかって泥沼にはめられた部分もあるんですが、はい、そんな中で多くの血を流しながら最終的にですね、はい、このインドネシア独立戦争をもって終わったということでですね、はい、全ての英霊がですね、戦争のその経緯はどうであれ、はい、全ての英霊がですね、僕は報われると思う。なるほど、そう思ってるんですね。でもう一つはこのコミンテルンの策謀をこう中断させたということですね、はい、それもありますね。それもあると、まあ、あります。これは日本の占領統治が米国であったということも一つは大きいんですよ、うん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 、でアメリカ自身も逆に国内に共産勢力を抱えているその脅威というものにある時気がつきますから、マッカーシー旋風って有名じゃないですか、はい、 あ、 あれでハリー・ホワイトなんかは謎の自殺か他殺か分からない死に方をしてますが、あれもマッカーシー旋風でアメリカがいわゆるですね、あのレッドパージュを始めたあの頃ですね、なるほど、でアメリカがまずレッドパージュをし、日本の共産化もアメリカが危機感を抱いたことから途中からですね、かなり反響に変わっていくわけです、うん、まあ、もちろん占領統治軍の中にも GHQ の特に情報局なんていうのはまさにコミンテルンの巣窟だったんですが、はいはい、あの一方でですね、民政局かですね、はい、情報局というのが軍人が中心だったのかな、うん、それでどちらかというと中立というか保守的な勢力だったんです、うん、これを GHQ の中も右と左が確執してた、まあ、でもそれでもソ連に占領されてたに比べて日本は生き残れたわけですね、うん、まあ、そういうこともあったわけです。なるほど、だから私は、はい、まあ、原爆も落とされ、いろんな 目に遭わされ、恨みつらみもありながらもですね、一方でソ連に占領されたのに比べたらアメリカがという気は一部でしてる、その意味で、まあ、少しの感謝の気持ちはアメリカにもこの大東亜戦争についてもあるんですよ、はい、なるほどね、でこうやって考えてみると今日本が直面している状況を考える上でも非常に大きな示唆があるなと感じますんですね。そうですね、あのやっぱりこのいわゆる共産主義というのは今もですね、表には出ないにしてもですね、そうですね、いろいろな意味で工作を展開してますしですね、そうですね、あのそれにどう考えていくかと、我々は一旦そういうコミンテルンの策謀をですね、まあこれは、まあ、結果としてですけれどもね、はい、まあ、中断させることができて、でしかも 今でもそれは続いていると、そうですね、いうことも続いてますね、ありますね、からもう一つは日本のこれからの国の国柄としてですね、もう一度こうやってあのお互い平等な目線で協調し合っていこうという、そうですね、そういう国際秩序を作ろうとしたという、まあ、まさにですね、結果的に、はい、作ったんですよ。作ったわけですよね。これもさっきも言いました、はい、近代と現代の間に世界大戦期という時代があり、それはまさに白人対黄色人種の日露戦争に始まり、はい、第二次世界大戦、さらに言うとそれから少し伸びた大東亜戦争の終末をもって、はい、世界戦争の、まあ、世界戦争は第二次世界大戦でもいいんですけど、はい、その後のインドネシア独立戦争も含めですね、他の、ベトナム戦争、インドシナ戦争含めですね、はい、戦争、いわゆる
植民地というものがほとんど地上からなくなり、そうですね、そして各国が基本的には平等な立場で、大国も小国も平等な立場の国際社会ができた、 それが近代と現代の違いなわけです。なるほど。そして、今まさにですね、こうして日本人がなぜ、日本人というのはそもそも肌の色とか、そういうもので人差別しない民族なんですよ、はいはいはい、そういう感覚ないんですね、はいはいはい、ですからそういうことが自然のうちにそうなってきた、そしてアメリカという国もですね、結局いろんな紆余曲折ありながら一つのアメリカという国の理想のもとにですね、はい、移民もたくさん受け入れ、ね、白人中心でありながらも黒人、黄色人種、いろんな民族のるつぼとして国が成り立つだけ、今そのアメリカが非常に危険な状態になって、その通りです ね、はい、これ危険な状態になってますね、はい、これもですね、自然にそういう民族対立が起きたとは私には思えない、何らかの裏があって、アメリカを弱体化する裏があって、はい、アメリカがやられたら一番怖い、弱いことところを突かれちゃったんじゃないかという気は私はするんですね、いろいろ言ってますね、アンティファであるとか、そうです、ブラックライブズまたとかですね、いろいろ言われてますけど、あの勢力については私もそこまで詳しくないですけど、やはりですね、アメリカという国の弱体化をさせるために一番痛いところをついてんじゃないかなと、そういうことを目的としたアメリカに対する敵対国、敵対勢力があっての話じゃないかと見てますね。そういった意味で、あの日本もアメリカもですね、この戦争の歴史の中でやっぱりコミンテルによって相当こう操作されてきた歴史があったということもよく振り返っておく必要がありますですね。あ、いや、あの今回はちょっと長時間の対談になりましたけれども、あの8月15日終戦記念日、を迎えてですね、あの本当のこの日本の行った戦争とは何だったのかと、たくさんの英霊の犠牲の上に我々日本はどういうものを気づこうとして、また気づこうとしてきたのか、そして気づくことができるのかということをですね、皆さんと一緒に考える意味で、まあ、あの今回ですね、家村さんにはいろんなお話を詳しくしていただきまして、本当によく分かりました。またいろいろとお聞かせください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。